さんね、今日からデュエルマスターズプレイス診断ということで、ミラランテだったり GOD レッドゾーン Z といったね、目玉カードが来ていますよと。前段のユハイチャンネルはガチロボガチロボガチロボだったんで、ほぼね、ガチロボの動画しか上げてなかったんですけど、まあ、なんですけど、ガチロボ効果はね、本当に絶大で、なんと前段だけでチャンネル登録者がね、5000人も増えまして、年内目標のね、チャンネル登録者3万人を爆速で達成したんですよ。もう、このね、ガチロボビッグウェーブにね、乗るしかないんですよね、もう、ビッグウェーブ。なんで、今段もガチロボ擦りまくってね、運ゲー制していきたいと思いますんで、行きましょう。みんなで、年内、チャンネル登録者、4万人え、無理。まあ今度もね、ガチロボに限らず、いろんなデッキをですね、毎日投稿、まあ高頻度の配信でやっていこうかなって思いますんで、いや本当にね、年内チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はじめみさん、よ、ハーバンはよ、はい、チャンネルはいです。ということで今回なんですけども、さあ、来ましたね、デュエプレ診断初日ということで、アンケート結果ね、ガチロボにめちゃくちゃ偏ってたんですけども、まあうちのリスナーね、ちょっとネジ外れてますんで、まあ初日はね、まずはレッドゾーン Z を作ってきましたんで、今ね、もう回してきて動画ね、撮影し終わったんですけど、やばい。本当にね、縦焼却はね、ダメだ。これね、みんなも、でもこれキルホールか革命の鉄拳かっていうのはね、ちょっと好みかなと思うんですけども、ちょっとオリオティスがね、うざかったんで、キルホールをね、4枚採用してます。ということで、ホーリーも手に入れて、受けも最強。しかもこいつ打点になりますからね。ホーリーが追加、そしてレッドゾーン Z の追加でですね、盾がね、焼却できるようになって、マジでね、キルスピードがね、尋常じゃなくね、上がったんで、いや、これね、かなり面白い試合取れましたんでね、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。よろしければね、年内チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、レッドゾーン、高速シングル、ターボ3、ホーリー、レッドゾーンでね、始まったラグワールなんですけど、やっていきましょう。さあ、デュエプレ診断始まりましたねと。まあ、アンケート結果ね、ダントツでね、ガチロボが見たいっていうね、アンケート結果になったんですけど、ちょっとね、聞く人間違えたんで、まず初っ端は、まあ、レッドゾーンやっていこうかなと。で、まあ、ぼちぼちね、ガチロボも上げていこうかなと思いますんで。いや、めちゃくちゃ楽しみだな、ほんと診断は。ワクワクしますわ。やっぱり、ワクワクさせてくれますわ。デュエルマスターズプレイスさん、ありがとうございます。ギガメンテだけはご勘弁をと、いったところでね、やっていこうかなと思うんですが、相手は漁業かな、多分。いや、でも一発目から、漁業とは、かなりセンスがいい。ワンチャンサソリスの可能性とかもあると思ったけど、やっぱり漁業か。漁業はちょっと、あれだね。革命で1マナになっちゃうから、ちょっと殴り方とかを気をつけないとちょっと厳しいかもしんないな。知らんけど。ちょっと強いんだよね、漁業。漁グラスっていう SR の方はちょっと微妙かなって思ったんだけど、漁業自体のパワーのスペックはね、めちゃくちゃ高いんで、ろれつが回ってなすぎるな。さあ、ナムダエットから、これワンチャンでも、でもラグマール漁業めっちゃ強いよね。それ考えると。だからちょっと漁業を、でもこれターボ3レッドゾーンレッドゾーンで盤面全処理しながらいけるんで、これホーリーとか来てくんねえか、ターボ3、来すぎじゃないとか、レッドゾーン Z の1枚や2枚ぐらい来てほしかったんだけどね。これはもう、全乗せていきましょう。で、これは一旦高速シングルから殴るときにターボ3、ターボ3、レッドゾーン、レッドゾーン今日も多めに侵略しておりますって。あ、もうこれなんすよ、もう。お前のスピードじゃ届かないんだから。ほんとに。ぶっちぎりましょう。こんなに一気に侵略することある。で、これレッドゾーン Z が来たんで、これキャンセルしとこうか。もう次のドローンはする必要がないよと。で、これさ、ワンチャンさ、お前のスピードじゃ届かないんで、はい、もう今日も多めにですよ。あ、でもこれリーサルはちょっと惜しくも組めないっすね。2マナで何もない。あ、お茶っぴーか。お茶っぴーで、これでもさ、漁業とかで来られたら結構きついんだけどね。殴るときにレッドゾーン Z は、だからもう行くしかねえ。俺、でもさっきさ、レッドゾーン Z 乗せられてたら、勝ってたところだからね。焼き尽くすぜ、ベイビー。いや、早すぎん、本当に。
あとは相手の漁業待ちといいますかね、相手の漁業がどうなるかと、あとまあホーリーで勝ちなんでね、正直もうこのデッキはホーリーが入ってますんで、まあ、マグナムとか入ってるデッキだとね、マグナムより DNA スパークの方がいいみたいなね話あるみたいなんですけど、まあ、とりあえず診断初日はねホーリーでしょうと。さあサソリス、サソリスなら大丈夫。あ、でも漁業が出んのか、サソリスから。だがしかしじゃないか、それでも勝ちか。ボアロアックスでおちゃっぴー、あ出ないか、漁業で、あ漁業は出ないのか、コスト5だから漁業は出ませんと。あ、だがもう革命2なんで1マナで出ますよと。でボアロアックスの能力で漁業がな、やばい、これがまずいんだよ。おい、革命こそが最高の力だぞ。おい、革命軍にひれ伏すっつうのが俺の侵略軍が。おい、鳥に負けんな、バイクだろ、頼むって。まずい、これがあるんだ、やっぱりやばすぎる。じゃあホーリーで、ホーリー、もうホーリーしかない、ホーリー投げるバナナだ、もうそれしかないんだ。リーサルじゃねえかよ、てかマジで待ってくれ、頼むひどいよ。ただホーリー、ホーリー、ホーリー、旋律が響いてます、ホーリーという旋律が。いや無駄なあがき、対戦ショッキーナイスホーリー。さあ対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけれども、さあレッドゾーントップギア高速シングルキルホールからのレッドゾーン Z でね始まったオープニングハンドやっていきましょう。相手のデッキタイプ的に、いやこれね、ほんとまあキルホール置くか、いったん。これオリオティスとかねメタれるんでね、キルホール入れてるんですけど、あんまりオリオティス、あーちょっと行ったそばからオリオティス来そうなんだけど、行ったそばから、でもこういう時はねもう無理やりレッドゾーンで焼き散らかすんですよ。もうこういう時はもうダリーっつって、あのオリオティスだけやめてくれ、本当にやめよう、オリオティスだけ本当にやめてくれ。いやーこれ証のレッドゾーンか、あない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 って、魂のシンフォニーですね。これもレッドゾーン Z 置きまして、まあ、ゼネスシンフォニーでいきましょう。さあ、豪速シングル。で、まあ、オリオティスがないこと相手確定してますので、もうちょっと1点いきます、これ。1点いっちゃいます！ 1 点いって、次だって縦全部割れるんで。いや、トリガーあんの、ここででもホーリーとか、マスタースパークが全然、ここで逆にマスタースパーク引けたのありがとうになるんでね。このマスタースパークありがとうよ。本当に。2マナで次にレッドゾーン Z からのレッドゾーンで盤面焼きながら縦全部滅ぼせるんで、そう考えるとめちゃくちゃ強くないか。3マナもうでも全然いいよ、もうオリオティスなんて怖くない、超味、これでリーサルですからね。相手がもう、いや逆にマジでここでマスタースパーク踏んだら偉すぎるぞ。さあマーティーに関係ないレッドゾーンいます。あーしかもザレットも引いてるんで、これはもう打点増やしでいきましょう。ザル、いや、強くね？大丈夫か？これ多分、レッドゾーン Z 多分ダメなやつだぞ、これ。マジで多分ダメなやつです。強すぎる、マジで。どうなっちゃってんだってばよ。本当に。ぶっちぎってやるわ、こんなもん。で、ここでさ、ザマッハ。で、マティーニも破壊できるんで、マスタースパークとかありそう。あ、でもな、革命の鉄拳とか、入ってたらリーサルはないんですけど、マスタースパークとか、ホーリーとか、もしか、あい、ないということで、これ、いや、強すぎない？レッドゾーン Z、これダメだ、飽きまへん、ただのしゃ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけれども、さあ、トップギア、ザレット、キルホール、そして、レッドゾーン Z、レッドゾーン Z でね、始まったオラクルジュエルなんですけど、やっていきましょう。さあ、レッドゾーンも来たね。これは、トップギア、ザレット、レッドゾーン Z、レッドゾーンというね、ムーブがいけそうなので、レッドゾーン Z、レッドゾーンか。そうしないと無理か。さあ、豪速シングル、悪くはない。だが、一旦、レッドゾーン Z は、いや、でも、豪速シングルも取っておきたい感はありますけども、さあ、一旦トップギア行きましょう。で、次に、ザレット、レッドゾーン、レッドゾーン Z か。まあ、でも、こうなると、レッドゾーンを重ねる必要性があるのかどうかと、いう自分に驚いてるんですけど、いやこれ難しい、めっちゃ、てかトップが強すぎ、ワロタトップが強すぎる問題があるんだよね。これでもさ、えでもな、これトリガーあるからね、レッドゾーン置いちゃってさ、ザレッ
と殴るで、レッドゾーン Z で、あでもでトップギア行けば次リーサルなんじゃないんだって。トップギアの1点が通ればデスハンズが破壊しろ。オッケーサイン。サインでも別にか、今のタイミングでサインは別に微妙か、別に。でここでトリガーがあるんですよね、しっかりと。さあデスゲート、だからトップギア破壊か。これでも次のターンリーサルは、まあでも一応ザレットレッドゾーン Z からはあるんで、ある。いや早すぎない、ほんと大丈夫。レッドゾーン Z っていうカード強すぎるんだけど、あーでもこれあるとやっぱレッドゾーンあった方がいいよな。レッドゾーンあった方がまあ強いということになりそうですが、これレッドゾーン引いたら激アツなんじゃない本当に。まあ豪速シングルですよと。まあしょうがないねこれは。でまあザ Z 行って殴るときに、またまたレッドゾーン Z を侵略させると、これやばいでしょやってること。もう、とんでもないことが起きてるよ、ほんと。さあ、レッドゾーン Z は、で、盾を焼却しました、オリーブオイル破壊。さあ、1点パンチ。さあ、ここでトリガーを踏むか踏まないか人生変わってくるんだよな、ほんとに。やるか。いや、強くない盾。盾が強いで、ね、やっぱレッドゾーンは、取っておいた方がさすがに良かったか。いや、てか逆だったな。こっちを破壊すべきだったのか。なんかこのレッドゾーン Z を果たして、相手は止められますか？ちょっと、あとはもう、ホーリーで勝つ。もうホーリー、あ、来た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 ！デスアロスト。ワールドブレイクしよう、ワールドブレイク。ワールドブレイクしよう、ワールドブレイクを。持ってくんのか、でもこれを。これも2位になったから、でも間ホーリー入ってないと思ってるか、さすがにね。さあ、トップがターボ3。これもうエンドしましょう、もう。相手がもうワールドブレイクしたらもうあの、あれなんだから。オッケー。ホーリーで勝つんだから。オーリーで勝て、もう。革命ゼロアタックするときに、盾が全部吹っ飛びますよと。強え、マジで。もうどうすんのこれ、トップが強すぎ。やっぱね、8枚体制になったのがね、さすがに強いって。やばいって。これ、危機感持った方がいい。音速の、でもな、これザロストで一生、あれなんでしょう。あー強い、めっちゃ強い。キルホール最強に強いね。でもこれで相手ワールドブレイクで、もう一回ディスザロストとか来ると結構めんどくさいかなっていうタイプのやつだけど、ブロッカーとか出てくるかな。縦全部割れたのはでかい。相手結構トリガー熱いから。さあヘルボルフ、ヘルボルフ、あーでなんだっけ、レッテルとかで来る。これレッテルワールドブレイクあるんじゃない？いやー、来た来た、ホーリーホーリーホーリー、はい、ホーリー。俺には、ホーリーがあるんだ。俺にはホーリーがある。いいのか。俺には、ホーリーがある。何やってんだお前！